どうもこんにちは、たまちゃんです。さて今回は、ゴッドフォールというハクスラゲーのウルティメイトエディションが発売されたため、こちら簡単な解説と、あと序盤何時間かプレイして、どんなシステムになってるのか、ギュッと動画にまとめたいと思います。気になってる方はね、ぜひ最後までご覧ください。また一点注意事項があります。ゴッドフォールには、チャレンジャーエディションというバージョンがあるのですが、そこからアップグレードがなんかできないっぽいため、これに関してもね、お伝えします。で、ウルティメイトエディションは、今までの DLC 全部入りと、さらに最新の大型アップデート、エグザルテッドというものが同梱した、そんな内容とのことです。エグザルテッドは無料アップデートなので、ウルティメイトエディションでなくても遊べるのかな？で、エグザルテッドは、新装備、新ストーリー、新たなアビリティに加え、6人で遊べる新モードが用意されています。今まではね、マルチは3人までだったので、6人だと相当派手になりそうですね。で、今までゴッドフォールを持ってる人は、ウルティメイトエディションへ1580円でアップグレードできます。ただし以前、エピックゲームスで、ゴッドフォールチャレンジャーエディションというエンドコンテンツのみを遊べるバージョンが、無料で配布されてましたが、そのエディションからウルティメイトエディションにアップグレードはできませんでした。エピックゲームズです。そのアップグレードね、支払い後、ゲームを起動しても、チャレンジャーエディションのね、ままだったんですよね。で、エピックゲームズのサポートにチャットで問い合わせしましたが、ちょっとわからないため、開発元に聞いてほしいと言われまして、で、海外で時間がかかりそうなため、もう仕方がないため、返金手続きを行いました。そして、アップグレードというね、形式のため、返金手続きが通常の方法ではね、できなかったんですよね。よって、再びサポートにチャットしたところ、そこでね、直接、返金手続きをね、行ってもらいました。注意点は以上ですね。これは私の環境のみなのかわかりませんが、同じようにアップグレードできずに、返金手続きを行う場合は、チャットでね、問い合わせましょう。ゴッドフォール、ウルティメイトエディション自体は、現在整理中のため、3000円くらいでね、新品の購入が可能です。Xbox や Steam でも販売が開始して、で、私はね、Steam で別途購入してしまいました。で、チャレンジャーエディションは先日動画にしましたが、いきなりね、エンドコンテンツで要素が多すぎて、何時間かね、遊んだくらいでは頭に入らないくらいの内容でした。で、グラフィクスやアクション面が近年のね、ハクスラゲーの中ではトップクラスの出来となっており、なんでこんなすごいゲームが無料配布されたのかと驚いたぐらいです。これはね、いろいろ原因があって、そういう動画をね、出されてる方もいますが、私もね、何か別の機会にお話できたらと思います。では本日はエンドコンテンツがね、いきなり試せるのに、なぜ初めからプレイするのかですが、先ほど言ったね、要素が多すぎなので、順を追ってシステムを把握したいという点と、ハクスラゲーはね、キャラクター育成が面白いという点も挙げられますからね。いろいろなスキルを試しつつ、より良い装備を集めて、で、中途ね、他のクラス、構成用の装備を入手したら、また別のキャラクターを育てて、そちらでも楽しむ、みたいに、楽しすぎてね、なかなか先に進めない、そういう状況をまず体験したいと考えております。というわけでね、早速、始めていきましょうか。このチュートリアルはね、チャレンジャーエディションでも、確かありましたけどね。また行っていきましょう。まずあそこにカーソルを合わせて B を押すと、パッドをアップすると。これ敵かな？ RB でライトアタックで、RT でヘビーアタック。これはね、ダクソと一緒ですね。さあ、敵がいますね。チュートリアルは？いきなりやっちゃっていいの？おら！バックスタブではないのかな？どうなんでしょうね。弱攻撃は、ずっと出せますね。永遠と。連打すれば。で、途中に、ヘビーアタックをね、混ぜることもできます。レフトスティックでスプリント。ダッシュ切りとかもありますね。テイクダウン。R スティック。これか。テイクダウン。T
敵がひるんでる時はね、これで一発で倒せると。さあ前方敵が争ってますが、 A で攻撃の回避。今チャンスだ。テイクダウン決まったか。ほらぶっ飛びていく。いいぞ、ガンガン来まくって。やったか。さあすごいね、もうね、大迫力ですよね。ド派手、とても気持ちいい。ヒットストップも気持ちいいですね。盾もあったかな。あ、まだ持ってないか。ジャストガードとか、そういったシステムありますからね。ライフストーン。X で回復。さあ、敵が3体いますが、これちょっとボスキャラですね。あ、これは周りのやつを倒さないと。やつにダメージ取らないんだ。おっとっと、いや難しいな。6ターゲットは?あるかな?プロテクター。こいつを、ぬっ殺して。これ、やつも倒せると。どすこい!決まった!さあ、ライフを回復。あれはなんだ?何かを回収した。あ、シールド、入手しましたね。ブロッカーできる。よし、来い。どうした?こいつは弾を撃ってきますね。跳ね返してみるか。あ、ちょっと、意外と早い。弾はさすがに。ジャストガード無理なのかな?あ、できましたね。ジャストガードで跳ね返した。あらすか?これは攻撃最中もシールドはどうかな?出せるかな?うん、そこそこ出せるかな?さっと出せますね。今また跳ね返しましたね。タイミングがちょうどあった。で、結構着々ディフェンス。それが可能だったはずですね。このゲームは。盾キーを連打して、パリーが発動しやすい。次はシールドスロー。さあ行くぞ。シールドスロー。決まった。ダウンしましたけれど。お打ちできる。お打ちできましたね。シールドスローはぶっ倒すことができるんだ。やばいぞ。タイル減っている。回復。パリー決まった。パリー気持ちいい。決まると。えい。おお、決まりまくる。パリー。再びシールド使いで出ましたね。シールドのクールタイムは、左下かな?複数に当たる?次はなんだ?敵の攻撃の中には、ノックダウン効果が持つものがあると。敵のパワーアタック、回避するしかない。やってみようか。これか。赤く光ったら、やばいんでしょうね。しかし隙もでかいのかな?やりましたね。さあ、ボスキャラが出てきましたが。おっと!画面中央に今、黄色い輪っかがね、二つ表示されましたが。あれがパリのチャンスかな?ああ、難しいな、意外と。敵の動きを見るべきか。あ、これは回避ですね。スタミナ、ああ、スタミナなしかな?このゲーム。盾を構えながらね、回避もできるから。まあ、ただ回避するだけじゃなくて、構えつつ回避。それが安全ですかね。で、ゴッドフォールはこの中心の白い点。それをなんかうまくね、敵に合わせて攻撃するとか。そういう面白いシステムありましたよね。いわゆる TPS シューターみたいな。そんな感じのね、剣を狙うみたいな。そういう面白さもありますね。まずお宝を開けてと。ガシャッと。いろいろ回収したようですが。毛布ストーン。レアリティがついてると。装備画面。赤色が力かな?で、装備は?いろいろ持ってますね。あ、これはもしかして、ウルティメイトエディションの初めから持ってんのこれ。レベルが足りませんね、しかし。あ、これ装備できるよ。いきなりレジェンダリー。なんか能力ついてるんでしょうね。これは両手に武器持てます?どうかな?なんか両手に装備してみたけど。スワップウェポン。ありましたっけ?さあ、この指輪は、テイクダウンで敵を倒すと、
ライフは回復すると。さらにスキル。このスキルをね、振り置いた後、さらになんか、50レベルから、別のスキルポイントの概念が出てきますね。まあ最近では、ワンダーランズ、アソレンが実装してますね。まあ同じパブリッシャーのね、ゲームですけどね。とりあえずどんどん技を覚えていきたいですね。能力上げというよりは。まずは一番左上から、覚えましょうか。南方テクニック。よいしょ。お、これが南方テクニック。これか。おっと、突っ込んで。ランダー当てた。そして、テイクダウン。これでライフも回復すると。画面右下のあの、剣の上に書いてあるね、ゲージ。ちょっと独特ですね。2種類、2つゲージが用意されてる。そんな感じかな。で、スワップウェポンはこれか。武器を変えればこれどうなんだ。あー、ゲージも武器ごとですかね。じゃあゲージを使い終わったら、もう片方の武器に切り替える。とかもできんのかな？次はソウルシャッター。RB を使って、敵のヒットポイントの一部をソウルシャッターに転換する？そして RT。ソウルシャッター？ RB？ ん？ RB って、剣攻撃だよね。これ貯めろということですか？ソウルシャッター溜まってんのかこれ。どこだ？ソウルシャッターゲージは。敵をソウルシャッターする。なんか、文言が面白いな。AA でスライディング？うん。好きな方向に。スライディングがカードですね。回避中に A ですね。スライディング中に攻撃もできるようですが。なんか性能変わるのかな？ちょっと赤いエフェクトがつきますね。まずはじめは最初のビラープレートを制作する？ここですか？こうなんかいろんな鎧みたいなのがありますけど。まあ、これはどれも見た目違いという話でしたっけ？ただ今回のアップデートで、ここになんかシステムがね、追加されたみたいですけどね。それぞれの鎧に特性を持たせることができるみたいな。敵のヒットポイントバーの下に表示されているのは、ブリーチバー。RT のヘビーアタックで、ブリーチダメージを与える。何それ。ほら、ブリーチ。どれ？あの、黄色いゲージですね。あれがブリーチゲージ。あれ、よく見るとこのキャラクター、あれが使えませんね。下だ。なんで使えないの？ポイントが、リセットされてますね。これ鎧ごとにポイント設定できる？もしかして。であるならばかなりね、個性が出せそうだよね。じゃあこれは違うもの上げてみようか。短時間で複数の攻撃を与えると、ランページが出る。で、当たるダメージが 20% 増加。お、今のスキル覚えたら、右下のゲージがね、また違うものに変わりましたね。これがランページゲージかな。さあ、レベル4だが、せ、これでも覚えるか。急脱。LT プラス X。敵のライフを4秒間略奪する。そして小型の敵を略奪で倒すと、そいつを召喚できる30秒間。なんだそれ。あ、これだ。略奪。略奪。うわぁ、でかいやつね。無理っぽいな。小動物。よいしょ。ほら、吸い取れ。どうだこれ、聞いてんのか？聞いてる感じない。あ、これが、略奪でね、30秒間、私の仲間になったんだ。今、右下は溜まってんだけど、武器切り替えで、こんな感じでなんか使えますね。しかし、一瞬で落ちまった。こいつ殴るんだ。次はシールド、LB プラス B。軌道上のすべてを、縦攻撃できると。やってみるか？おら！あ、どうだ？あんまり広がないか。縦技は共通クールダウンのようですね。今のを使うと違う縦技をね、また使えなくなってしまう。バナーが立てられますね。いろいろ能力がついてますが。これだ。
上を押す。これ合ってんのかな？で、この近くにいると能力得られるとか、そういう話ですかね、これね。うん、多分そうだね。この範囲内。この青いのが、旗の範囲じゃないかな。さあ、カジーロ。いろいろクラフトができるようですね。あとアップグレード。装備は5回までアップグレードできる。不要品の解体ではできないの。まずはサルベージ用マーキング。不要品は Y でチェックを入れると。そして LS。L スティックですね。これどうだ？右下に、なんか材料っぽいものがね、溜まったようですね。ちょっとお試しでアップグレードしましょうか。数字の47が49に上がりますね。ロードアウト3種類までありますね。これはゲーム中に瞬時に切り替え可能なんですかね。あ、ロードアウトこれ。ロードアウトごとにスキルを設定できますね。あー、これすごいね。スキルまで変えられるってあんまりないよね。一瞬で変えられるものは。うん、敵が出てきたらこう、瞬時にね、さっと切り替える。面白そうだね。ロードアウト切り替えショートカットキーとかあんのかな？さらになんだ？ビラープレートの見た目変えられる？なんか持ってますね。あー、色が変わるんだ。オーグメント。これがアンロックされましたね。ここにアイテムをはめ込んで、で、プレイヤーを強化していく。そういうシステムですね。じゃあ、初めは、力を、ガンガン上げていくか。弱点を攻撃するために、武器テクニックのチャージ速度が、10秒間プラス 17%。で、この星座みたいなものは、この鎧ごとにね、異なるようですね。なんか攻撃が変わってる気がするんだけど。気のせい。外装を変えたから攻撃が変わるとはそんなことないよね。あ、でもよく見ると右下の武器種がこれ変わってんのかな。あ、体験なんだこれ。鋭い刃、ランクチン到達？なんだねそりゃ。あ、実績だ。ランクチン達したらどうなんだこれ。報酬がもらえるようですね。さあ次は、了解ボスを倒す。了解ボスには中ボスがいるのかな？まずそいつらを先に倒すという話ですかね。エクスクラメーションマークが3つついてますが。うん、この3つに中ボスがいるのかな？で、ここに了解ボス。遠見のザモラ。お。なんだこりゃ、こいつが、中ボスですか。なんか演出がいいですね。タイミング攻撃。これ覚えるか。武器攻撃後、タイミングよく RB ね。ああ、体がね、武器を振った後に、体がピカッて光りますが、その時に RB ですね。敵の弱点、弱点攻撃。弱点というと大抵、頭ですけどね。まずはサンダリングスラム。わあ、これか。このクールタイムは今んとこない。あ、今出たね。弱点表示。これ今、画面中に黄色い輪っかのような表示。今ピーってなりましたね。もう一回、頭かな。どこだろうか。まあ、それが弱点攻撃なんでしょうね。で、弱点を狙った時は、ヒットエフェクトもね、ちょっと派手になってますね。黄色い感じで。赤い表示あるけど、これ何？弱点？そうでもないか。あ、今出た。敵を、パーリーで弾いたらね、なんか弱点が目立ちましたね。いやー、面白いね、このね。近接でもね、弱点を狙える。このシステム最高に面白い。
ってた今なんか。これは槍かな？ポールアーム。レベル10だから。ちょっと強いね。さあ、槍は。無双系のモーションかな？通常4段、まずは。クイックターンを攻撃に変える。下キーか。下でクイックターン。ああ。なんか飛ばす。攻撃を。これ一体を倒し終えたらね、さっと振り向く。これは結構有効ですかね。今んとこね、戦略的に。まあ、結構囲まれてる場面がね、多いので。さっと倒したらこのようにね、後ろを向くことで、自動的に敵を狙ってくれる。さあ次はボス戦なので、槍の能力をね、上げましょうか。何か、三つ目で、どれをアップグレードするか、設定できるようですね。これするか。クリティカルヒット率。9% にアップした。そんな感じかな。さあ、ついに、領域ボス戦ですね。どんな敵なんだ、こいつは。ザモラ。おっと、姿を消した。こいつは中にしよう。さあ、略奪して。ヤドカリが、攻撃してくれてる。こそ弱点が、胴体だったりね、頭だったり、いろいろ変わるようだね。もうちょい。おお、やったか。いやー。やったね。さあ次はかけらですね。ベイラープレートのかけら。これは新システムかな。この鎧に対して、新たなアビリティ。それをもたらすと。現在、欠片は一つだけ設定できるが、マクロスを倒すと。二つ目。マクロスとは。で、特別な目標をクリアすると、最大で四つになるのかな？欠片が設定できるのは。さらに、欠片は五回までアップグレードできる。すべてのベイラープレートの欠片を獲得し、より高レベルのアップグレードを解放しよう。いろいろ、とりあえずいっぱい集めろと。集めれば集めるほど強くなると言ってますね。いろんなものがアンロックされて。ベイラープレートがアセンダント状態になる。そうすることで二つ目のパッシブアビリティを獲得できる。ええ。完全にアップグレードすると、エグザルテッド状態になる。三つ目のパッシブアビリティ。現在は、何も設定できない。できないっぽいね。で、本日はここまでにしましょうか。今回は、ゴッドフォールウルティメイトエディションの、初めの領域のボスをね、倒すところまで、だいたい3時間ほど進めてみましたが、まあ、新たなね、大型アップデートの内容の一部まで確認できましたかね。かけらというシステム。まあ、これはね、とんでもないやり込み要素となっており、遊べば遊ぶほど一つの鎧に対する能力が増えて、よりゲームが面白くなる。そんな内容になってるようです。で、ボス戦はダクト形式でありますが、まあ、こちらがね、倒されてしまっても、敵のライフが減った状態で再戦できるので、もういつか絶対に倒せるようになってますね。もう死にゲーが苦手な方でも楽しめる。そんな内容になっております。もうこれはね、ハクスラ好きな方は買いでしょうね。で、こちらまた機会がありましたら再び動画にしていけたらと思います。それでは実況はたまちゃんでした。